カルロスメイは、アメリカ合衆国、アラバマ州バーミングハム出身の元プロ野球選手。右と左打。実刑のリーメイは、MLB 選手。1966年に、シカゴホワイトソックスからドラフト一巡目で指名され、入団。1969年、1972年には、MLB オールスターゲームに選出されている。 1969年オフに兵役に従事した際、事故により右手親指の第一関節から先を欠損する。しかしこの怪我を克服すべく独自に編み出した打法で、通算1127安打を記録するなどメジャーの中心選手となった。1976年5月にニューヨークヤンキース、1977年9月にカリフォルニアエンゼルスにそれぞれ移籍。 ヤンキース時代にはワールドシリーズに出場したが9ダスウムアンダに終わっている。1977年オフの村勝也選手権任監督の対談と柏原淳一放出のため打線強化を急務とする南海ホークスに入団。1979年にはアキレス腱断裂で戦線離脱した角田博光に代わり打線の中心を担った。 入団より3年連続打率3割をマークし、低迷が続いたチームの4番打者として活躍したが、4年目の1981年に、大体ご側近座礁と人体損傷により、成績が低迷。9月29日に解雇通告を受け、翌9月30日に退団、その日のうちに帰国した。門田は、久しぶりに、迫力のある外国人に会った。 本人に聞いたら、バズーカ法で指を落としたらしい。指がなくても、うまいこと放るんよ。それにクローズドスタンスでよう打った。一度は、大リーグへの道を諦めかけたらしいが、努力でたどり着いた。勇気づけられた。入院生活をするうちに、もう一度ホームランを打つまでやめないぞ、という気になった。と語っている。ホワイトソックス時代。 背番号17を着用したことによって、セネームと合わせるとメイ17になり、歴代メジャーリーグ選手でただ一人の誕生日を背負った選手となった。ありがとうございます。